はいえー、それでは再び内閣社会の代表の方お願いいたします東京新聞の島袋と申しますよろしくお願いいたしますあの総理は憲法改正について2020年の改正憲法の施行を目指す考えを示しておられますが2019年は会見に向けてどのように取り組まれるか教えてくださいまた、えー、1月のロシア訪問や G20 首脳会合でロシアのプーチン大統領との北方領土交渉、えー、合わせて平和条約締結交渉が 行われますが、どのように取り組まれるかお聞かせください。まずあの日露についてお答えをいたします。まあ過去何十年以上ですね、北方領土交渉は全く動いてきませんでした。2年前の長島会談以降、日露がともに北方四島の未来像を描き、その中から解決策を探し出すという新しいアプローチのもと。 元島民の皆さんの航空機による墓参が初めて行われましたそして共同経済活動の実現に向けた現地調査も実施されましたこれまでになかった協力が進んでいます同時に北方領土には多数のロシア人が住んでおりその皆さんのお墓もあるというのが残念ながら現実であります従って住民の方々に 日本に帰属が変わるということについて、納得をしていただく、まあ、理解をしていただくことも必要です。日本人が共に住むことにより、生活が良くなっていくということを理解してもらう必要があります。まあ、そのための新しいアプローチなんです。長門合意に基づく信頼関係の上に、昨年11月のシンガポールの日ロ首脳会談において、1956年の共同宣言、 基礎とししてて平和条約交渉を加速していくということでプーチン大統領と合意をいたしました今月中旬に河野外務大臣がそして下旬には私がロシアを訪問し集中して交渉を行います相手の相手のあることでありますから交渉の結果を事前に予断することはできませんがプーチン大統領との間で できるだけ交渉を進展させたいと考えています憲法についてでありますが憲法は国の未来そして国の理想を語るものでもあります本年は皇位継承が行われ我が国で初の G20 サミットが開催され世界中の首脳が日本に集まりますそしてラグビーのワールドカップ2020年には東京オリンピックパラリンピック この新しい時代の幕開けにあたり、私たちはどのような国づくりを進めていくのか、この国の未来像について、議論を深める、深まるべき時に来ていると思います。憲法改正について、最終的に決めるのは、主権者たる国民の皆様であります。 だからこそ、まずは具体的な改正案を示して、国会で活発な議論を通じ、国民的な議論や理解を深める努力を重ねていくことによって、また重ねていくことが選挙で負託を受けた私たち、国会議員の責務であろうと考えています。国会においいて活発なな議論がなされ与党野党野といった まあ政治的な立場を超ええー、できる限り広範な合意が得られることを期待しています、はい、それではあの最後の質問とさせていただきます、えー、三重県政記者クラブの代表の方にお願いいたします読売新聞図式局のニラと言います、よろしくお願いいしますリニア中央新幹線についてお伺いします。 地元からも早期着工を求める声が上がっている名古屋大阪間の開業時期やルート、それから駅位置などにつきまして、市場の考え方をお願いいたします、えー、リニア中央新幹線は、我、ま、が、あ、国が誇る最先,最先端の技術であります、えー。東京から名古屋へは40分、大阪からは25分程度。 伊勢神宮にももっともっと簡単に参拝できるようになると思いますが大阪までの全線開業については在庫を活用し最大8年間前倒しを可能としました現在は8年後の名古屋までの開業を目指し工事が進んでいます昨年10月には品川名古屋間における大震度地下使用にかかる 認可も行われたところであります名古屋大阪間のルートそして駅の位置については建設機体である JR 東海が検討を進めることとなっておりますがすでに環境アクセスに向けて地元自治体との意見交換が開催されていますまた政府としてはリニア中央新幹線北陸新幹線等との乗り継ぎ利便性の観点から新大阪駅 の機能強化についいてて検討していきますリニアと新幹線による高速鉄道ネットワークを軸に東京や大阪名古屋がハブとなって日本全国から日本全国北から南まで地方と地方をつないでいく地方創生回路をつくり上げ全国を一つの経済圏に統合していくことで地方に 成長のチャンスを生み出していきたいと考えています、はい、そは以上をもちまして安倍内閣総理大臣の平成三十一年年頭記者会見を終わらせていただきます皆様のご協力に感謝申し上げますありがとうございましたありがとうございました